なたの声は彼を思い出す。見た目も性格も悪くない。なのになぜか結婚できないアラフォー女子サチオ。彼女にはある特異な体質が。痛い男、痛い別れ。サチオの半生を彩る男たちとのエピソードを颯爽と、そしてコミカルに描き出すオーディオドラマ、サチオの失恋酒場。まもなく開店です。